やっほー、さくらです。はい、今回は島村さんと私のコラボ商品を使ってルックブックをしていきたいと思います。ぜひ最後まで見てください。レッツゴー。はい、ということでですね、まず一つ目のコーデから紹介していきます。まずはね、このチェックパンツを使っていきたいと思います。このパンツの大きめのチェックがすっごく可愛くて、まあ、今流行りのトレンドのロゴパーカーと合わせたら相性抜群です。で、次にこちらのトップスですね。このね、ロゴのフォントの感じが私好きなんですよ。私が考えたんですから、これ全部。私的にこのコーディネートはですね、まあ、チェックパンツを、まあ、合わせてちょっと古着っぽいストリートでちょっと着こなしたいなと思います。あと、まあ、ちょっとねダボっとしたように見えるんですけど、実は細見えしてるので、あのスタイルアップにもなってます。シルエットはもちろん可愛いんですけど、まあ可愛い上にちょっと着やすさにも重視して、あのウエストゴムなので誰でも履きやすいようになっております。次、2つ目のコーデですね。まあ、ちょっとね、下のチェックパンツでちょっと着回しをしていきたいと思います。トップスだけ変えるんですけど、私の大好きなストリート系の、オーバーロゴトップスと、今年らしいねトレンドのレトロなロゴが一番ポイントです。カラーがねグレーなのよ。後ろのねデザインがめちゃくちゃお気に入りで、まあ、こだわった部分なんですけど、袖のところまでロゴがあるんですよ。これがほんとおすすめ。後ろがめちゃくちゃ可愛いから、みんな後ろ向いて写真とか撮ってほしい。映えるから。ちょっとオーバーサイズだから、女の子が着ても可愛いし、男の子も着れるような洋服で、この胸元にあるねこれロゴも可愛いのよ。ワンポイントあります。学校とかにも着やすいのかなって思いますね。シンプルなデザインなので。次、3つ目のコーデとなっております。あ、これやばい、うちの一押しなんですよ。で、ちょっと下は、なんだろう、ショートパンツとかミニスカートとかで、ちょっとなんだろう、ワンピース風に着てほしいんですよ。私プライベートでもよく着てるんですけど、オーバーサイズのパーカーでワンピース風に着るのが好きなので、ぜひ真似してください。こんな感じで、まあ、スカートだとちょっとガーリー系になるんですけど、パンツだとちょっと古着っぽいというかストリートっぽくなります。ね、フードをかぶった方が好きだわ。このね、後ろのデザインを見てほしいんですよ。あ、これはですね、私が考えたんですけど、まあ、これ英語でですね、自分らしくすればいいよっていう意味なんですよ。だから私の好きなこの名言みたいなやつを入れました。このパーカーのお気に入りポイントなんですけど、後ろのロゴのところがですね、プクプクしたプリントになってるっていうか、こう癖になるんですよ。だから私ね、ずっと触ってるんです。触っていたいっていうか、ちょっと癖になるんですけど、まあ、そのねプクプクした、まあ、プリントが可愛いのと、まあ、あとオーバーサイズなのがお気に入りでございます。ちょがりが、はい、続いてのコーデはね4つ目です。続いてはですね、ブラックでコーデを組んでいくんですけど、ブラックはブラックでね、私ブラックの方が、まあ、着やすいかなとは思うんですけど、ちょっとかっこいい目っていうか、ここはショートパンツ、ショーパンとかを合わせて、こうなんだろう、履いてるか履いてないぐらいを狙ってね、カジュアルストリートをちょっと意識してみました。これはロングブーツとかちょっと長いショートブーツとか合わせたらめちゃくちゃ可愛いと思います。後ろのデザインはグレーと変わらないですね。はい、このねロゴプリントが可愛いですね。続いてはですね、グリーンのパンツを使います。私最近グリーンにハマってるのもあって、グリーンのパンツちょっと選んだんですけど、ハイウエストパンツを合わせることでモノトーンの、まあ、大人っぽガーリーが着こなせます。今はねトレンドのベストが1枚で着こなせるアイテムとなっております。短めのね丈なので、スタイルアップにもできます。こういうちょっと上がトレンドのねベストがついてるやつなんですけど、それにちょっとグリーンで、なんだろう、ワンポイントカラーを入れることで華やかっていうかおしゃれ感が出るので、なんかこうワンポイントカラーを入れるとこんな感じでおしゃれに着こなせます。こちらね、カラー展開がブラックとグリーンなんですけど、この色がすっすごい鮮やかで、今ねそのカラーとかもトレンドになってるので、ぜひ真似してくださいね。ここ使わないでほしいんですけど、この私がベルト取るにちょっと手こずってるところダサいやん。
こよくさせてよ、ルックブックぐらい。で、このパンツね、次ブラックなんですけど、まあブラックの方が、まあ、コーデは組みやすいですね。着回ししやすいので、ガーリーでもあのストリートでもカジュアルでもあの使える万能アイテムとなっております。はい、続いてはですね、さっき あのトップスの色違いで、これはですね、こうモノトーンとグリーンがこうライン入ってるやつなんですけど、まあ、これもね1枚になってるんですよ、ベストとロンティーが。だから使いやすいですね、本当にね。可愛くない？なんだろう、ガーリーすぎない感じで、大人っぽガーリーって感じですね、このコーデが。ガーリーにね挑戦しにくいって子もこのコーデならいけるのかなって思います。私もそうだからさ、そうガーリー挑戦しにくい子も挑戦しやすいコーデなので、ぜひ真似してみてください。チョベリグ。はい、ということでですね、今回は大好きな島村さんとのコラボ商品を使ってルックブックしていきました。はい、ね、もう見ましたか、あのアイテム一つ一つがすっごくすっごく可愛くてですね、この動画に映ってる私のあの変な仕草とかは、まあ、今バカっぽいので気にしないでほしいんですけど、本当に一つ一つのアイテムがシンプルなのに可愛い。で、全体的に、まあ、大人ポストリートだったり、まあ、カジュアルだったり、まあ、ちょっとガーリーもあったり、いろんな系統があるので、まあ、合わせ方によっていろいろなコーデを楽しんでもらいたいなと思います。で、このアイテムなんですけれども、島村さんの店舗で12月29日から発売されていますので、ぜひチェックしてみてください。はい、私とお揃いにしましょう。概要欄にですね、詳しいことは載ってるので、ぜひそちらも見てください。せーの、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。チョベリグ。